はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の合同式についてお送りします。で、前回までね、除法の性質やってきましたが、ここで一本だけ合同式やっていくんですけど、あのですね、この合同式、やる学校とね、やらない学校があるんですよ。なので、まぁ、ちょっとね、聞いたことねえよって思われる方もいるかもしれないので、まぁ、動画見るか、スルーするか、ちょっと皆さんにお任せします。で、問題としては、合同式を使った問題ね、3問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。と、気合を入れたんですが、実はですね、最初の2問は、ここまで動画見てくださってる方だと、いや、知ってるわ、みたいな。特に1番とかね、暗算で解けるわってなってしまうんですけど、一応前回までのやり方ではなくって、合同式をこう使った解き方を紹介します。ね、知っとるわっていう気持ちはちょっと抑えて聞いてみてください。で、まず1番やっていくんですが、その前にもう合同式といえばこれです。MOD、MOD ですね。で、モードって読まれる方もいるらしいんですけど、まあ自分ちょっと MOD、ちっちゃいやつの方でね、読むんですが、これもともとモジュロっていうやつがあって、それのね、頭文字3文字を取ってるんですけど、まあ、これを使っていきます。合同式。で、1番ね、どうやっていくかっていうと、まずこういうものを書いていきます。いきますよ。15、合同マーク1、カッコ、モッド7と。まあ、こんなのを書いていくんですよ。で、まず、これが何なのかっていうのを覚えてください。で、これ説明しますね。何かっていうと、いきますよ。15と1を7で割った時の余りが一致しますっていう。だからどうやるかっていうと、まあ、15を7で割るじゃん。そうすると余り1ですよね。1を7で割るじゃん。余り1ですよね。だから、これとこれをこの数で割った余りが同じですっていうことを表してます。で、今言ったやつをちゃんと覚えてほしいんですけど、よく使うのは、15を7で割ったら余りが1ですっていう風に持っていくことが多いです。だから両方覚えてもらうといい。今のはね。いいかな。で、まずここ。今これなんでこれ書いたかっていうと、結局30乗にこれから持っていくんですけど、まあ15をね、7で割って余り1ってのは分かりきってることなんで書けると。で、こっから30乗に持っていきたいので、ここを30乗します。で、これ合同式は、こっちを30乗したら、こっちも30乗することが可能なのね、こうやって。だからこうなると。で、結局今、これの余りを求めたいでしょ。で、これの7で割った余りが1の30乗。1の30乗って1じゃんか。だから、余りは1でしたと。これが一応合同式を使った解き方になります。まあね、その前の、1個前の動画見ればね、これはすぐ解けるんですけど、まあ一応モッドをね、使うとこうなると。で、2番。もうやっていくと、n をね、5で割った余りが3であるときに、n2 乗プラス n プラス2を5で割ったときの余りを求めようと。で、同じ5で割るっていう共通なことがあって、余りを、ね、話をしてるので、この3を n に代入できんでしょって、その通りなんですけど、通りなんですが、一応ね、モッドを使って書いていくと、まず、n を5で割った余りが3なので、5で割ってるから、こうなんだよね。で、まあ、これの時と。まあ、こう書いてくれてるからね。まあ、これを使っていいよと。で、結局、あれを求めたい。n2 乗のね、あっちを求めたいので、これを計算していくと。で、合同で n のところにね、さっきも言ったように3代入することができるので、代入しちゃいますもん。9プラス3プラス2。で、これね、計算だとイコールなんですけど、合同式の時って、イコールの代わりに、この合同マーク使っていいと自分は習ったし、そういう風に記憶してるので、一応書いちゃうんですが、もしね、学校とかで、いや、それはちゃんと分けなさい、みたいな風に言われたらね、ちょっとそこは従ってください。ごめんね。自分のやり方でやっちゃいますけど。で、これ14。4ですね。で、14なので、それを5で割ったら、
あまり4ですよね。つまり2番の答え、あまりは4でしたよというふうになります。で、3番はちょっと3番新しいですね。これはちょっと今まで出したことないんですけど、123の120乗の1の位を求めようと。で、これをね、123を120回かけるっていう、まあ、つわものはなかなかいないと思うんですが、このやり方、まあ、有名な問題なんでね、ぜひちょっと頭の片隅にでも置いといてください。で、まず大事なことがあって、1の位を求めるって、何かで割った時の余りと一致します。で、何かっていうと、10なんです。10。どういうことかっていうと、例えば123って数がありますよね。これ10で割ります。そうするともちろん、小が12になって、ちょっとあまり、あと、ここね、計算して、あ、一応するか。10で、23。で、ここが20で、余りが3ですよね。で、余りの数と1の位は必ず一致します。これはでかい数になってもそうで、じゃあ5349にしようか。で、5を立てて、ちょっと一応書きますね。34の49、これ字来た。で、40で余りが9だよね。で、それは1の位と一致するよ、というふうになるんですよ。で、なので、1の位を聞かれたときは、10で割った時の余りを考えればいいんだっていうのを覚えてください。まあ、そのためにね、今回ちょっとこの問題入れたんですけど、ただ、いきなり123の120乗は攻められないので、まず123から攻めていきます。そこから切り崩していく、どんどん。で、123。さっきやったように、123を10で割ると余りは3でしたよね。だから、もっと10だね。123を10で割った時、余りが3でしたよと。で、こっから120乗につって、どんどんね、こっちをつなげてとか持っていきたいんですが、いきなり120乗行っちゃうと、なかなかちょっとここは攻めきれないので、まあ、行ってもいいんですけどね。行ってもいいんですが、あ、どうすかな。行くか、そしたら。そしたらね、多分こっちの方がわかりやすいので、いきなり持ってきます、120乗。そうすると、こっちも120乗になると。で、ここはもういじれないので、ここをなんとかしたいのね。で、だいたい120ってやつを 2×60 とか。ね、3×40 とか 4×30 とかに変えていくの。で、イメージとして、例えば、3の、書くか。こうするか、3乗だから40乗か。こうするか、まあ、こうするか。もちろんまだ他のパターンもありますけど、こうやって切り崩していきたいのね。その時に、3の2乗だと、ここ9ですよね。27。ここ81です。で、結局、ここでもやりましたけど、1の何乗になってくれもベストなんだよ。すぐ解けるから。で、基本的に多いです。1に持ってけることは。でね、これ、9だとダメなんですよ。あまり9なんで持ってけない。27だと10で割ってもあまり7なんで持ってけない。でも、81だったら、10で割ればあまり1なんですよね。じゃあ、これだ。ということで、このね、部分を、一応81って書いちゃうよ。81。3の4乗だから、肩に30乗くっつきますね。で、こうなる。で、結局、81を10で割ったっていうことができるので、1の30乗、もっと10になると。だから、1の30乗、ここではね、同じように、どうせ1になるから、これの余りは、1でしたね、と。これで終了になります。まあ、ぜひね、こんな感じで合同式やっていきます。他のパターンの問題もあるんですが、ひとまず、まあ、基礎的なところにはなってしまいますけど、こんな感じで使いこなしてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 A の合同式についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、ユークリッドですね。ユークリッドの5乗法。これ1本だけになるつもりなんですけど、それをやっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。